手強いな。大丈夫か二人とも。うん、楽しい。うん、確かにね。一号違いだっけ、形式番号も一つ違い。形式番号 OZ74 ブラックラビットアルティナ。これミリアムちゃん連れてっていかないと聞けないセリフだけど、まあ私は聞きましたね。これより迎撃を開始します。ああ、本当に一個違いなんだ。それじゃあ行くよ母ちゃん。ミリアム、アルティナ、君たちとの付き合いも長いし、ある程度は分かっているつもりだ。は？ディーン教官。二人の出身が黒の工房という正体不明なところであるのも知っている。そこで過ごした時の記憶は消され、情報局に引き渡されたことも、戦術核という不可思議な武装と同期する能力を持っていることも。あはは、厳密には人間じゃないってことも。ああ、人間じゃないか。明言はしていませんが、類する発言は何度もしていましたね。うん、確かに私たちはホムンクルス、ホムンクルス人工的に生み出された存在です。そっか。といっても遺伝子は人間とほとんど変わらないみたいなんだけど、その割には背が全然伸びないのは納得できないけどさ。ね、作った人の趣味なんかな。それは同意です。まあ、私にはまだ成長の可能性が残されていると思いますが。うん、僕だって負けないんだから。うすうす気づいていたし、彼女たちからもそれとなく聞いた話だ。うん、だが黒の攻防、結社を裏切って内戦の最後に彼に取り込まれた組織。妖精で各地に出向いた時にも調べたが、結局何も手がかりはつかめなかった。へえ。記憶を消された彼女たちはもちろん、レクター少佐ですら何も知らないらしい。一体どういう、何の目的でミリアムやアルティラを。おい、リーンってば。もう何をぼーっとしてんのさ。体調が優れませんか。なら一旦小休止を。大丈夫だ、気にしないでくれ。ミリアムはミリアムだし、アルティナがアルティナであるのはそもそも何も変わらないんだしな。うんうんうん。リーンってば、何当たり前のこと言ってるのさ。うん、でもありがとね。でもミリアムちゃんはその辺すごい成長してる感があるよね。それこそ礼を言われることじゃないだろう。テスト評価に影響します。問題なければ探索を続行しましょう。ほいほい。ああ、行こう。改めてレッツゴーだね。だね。さらっとなんかすごいすごいカミングアウトをされましたけど。まあやっぱそういう感じよねって感じですかね。ね、これ 先行く感じなの？こっち先行っていいのかわからないなと思いつつ、一応こっちを進んでみようと思います。わ、入り組んでるな。行っていいかな、戻った方がいいかな。あ、思い出したかも。前回のパートでいいの、ありがとう。帰りは飛び降りちゃおうか。え、そんなことできるの？あ、飛び降りられる。へえ。ちょっと待って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 。バッツ。あ、とう。あ、いいね。へえ。そうなんだ。で、こっちを左でね、行くんですね。そりゃ。チャンス。はい、うん、はーい。
蹴散らせ。行きます。硬いね。ブリューナ、ブリューナク起動。非常に強かった。あ、ナイス。今です、今です。そっち行くか。お、いいじゃん、いいじゃん。ない。いいね。溜めるか。とどめはさせないもんな。こっち行くか。はっ。うん。ダークブレスか。蹴散らせ。あ、ミフィアくんなってる。チャンスラッシュ。いくよ、あーちゃん。やれやれ。やったね、あーちゃんに。くーちゃん、その呼び方はもういいです。諦めた。よしよし。と、何もない。これなんかもらえるんだったら怖そう。チャージ全然使ってないけど、イエローヘアミリアム。なるほど。どこにつける。これか。あ、てかエスクラールンだ。テアブレイカー、これ2と一緒かな。あ、あった。んじゃないよね。どこだ、どこで買えるの。あ、これか。ヘア、これだ。なんかどっかで見たことある、なんかボーカロイド的な。ボーカロイド的な感じになっちゃったけど、まあ、せっかくもらったしつけてみるか。で、あの ボス直前ぐらいでちゃんと変えよう。これからさ、ミディアムちゃんが帰ることになって、ずーっと金髪だったら困るから。直線使いにくいな。無流なく起動、勝者。今です。続いてください。 OK。 うん、どうだ。行くぞ。CP 溜まってるから、いいよ。僕の番だね。うん、溜めようかな。それ。にゃー、俺の番だな。はい。はっ。ゼロアーツいいね。私の番です。はっ。戦闘終了、お疲れ様でした。さてと、あ、なんだ、井戸端会議。さあ、かかってこい。あのブレイクって私たちにもあるんだよね。ブレイクこうしとくか。お、いいね。やめて。マイル。ハヤテ隊。あんまり入らんか。入らんのか。じゃあこれでこの二人をやっちゃおう。聞くだ。よし、オッケー。で、悲しいブレスが始まって、僕の番だね。そうね、セピス欲しい。うん、いいね、いいね。俺の番だな。おい、セッ。50ヒールありがたい。あ、とどめさせなかった。僕の番だね。おい、それ。僕たちの勝ち。はい、よしよし。
よし、なんとか突破。疲れた？お姉ちゃんがおんぶしてあげるって。あー、スペック的にも最新型の方が。そうなんだよ、なんか作り物って、そう、年上の方が古いっていうことなんだよね、つまりね。OZ っていうのは型式、形式番号、どんな意味があるのか。出荷時に唯一覚えていた番号。ああ、普通に喋れた記憶もあるし、5歳なりの知識を持っていたと思う。それ以前のことは未だに思い出せてないし。まあ確かにね、でも幼稚園の時とかって覚えて、まあ覚えてることもあるか。各種勢力状況を教わった上で貴族連合の偽装工作を開始した。5年前に目覚めた時にはおじさんクレア・レクターがいた。目覚めた気分はどうだ、ミリアム・オライオン君。君を新たな子供たちに迎えよう。まずは彼らからいろいろ学ぶといい。すぐに任務しないで勉強してた。ああ、なるほどね。ね。性格か。最近クレアからもレクターからも変わったって言われる。それは7組のおかげだろうね。全然大丈夫だよ。静かだから。はい。うん、はーい。ラジャー、アルティナ思うところある？基本スペックは最新でもやはり経験の違いはある。そっかそっか。単純な戦闘力においても負けるわけにはいかない。お、グラウソラスとの新クラフト、そろそろ実戦投入したいですね。そんなこと考えてたんだ。あ、アルティナの人物ノートが増えたぞ。見てみるか。 OZ、 生み出された人造人間で、ナンバーは74。生まれた当時の記憶は消されている。なんだっけ、なんか、まあいっか。あ、ミリアムちゃんいる。妹的な存在のアルティナを気にかけている。まあね、あるよね、そういうね。そうだ、今んとこアナライズは3匹しか出てないから大丈夫か。んこっち行き止まりか。せいや、こちらの先生です。うん、200あるから早てろ。早て。あ、しまった、リンクしてない。私の番です。はい、ブリューナク、ブリューナク起動、照射、今です。あのさ、追撃じゃない、気絶させてきてもさ、全然遅延になってないじゃん。今まで気絶させたらしばらく自分たちのずっとターンだったんだけど、それがなくなったっていうのは。蹴散らせ、何なの。何なのって何なのだけど。さあ何やるかな、あのアーツゼロ。あ、いいね、リン君、甘い。あ、物理でくる。私の番。移動でき終わった。行くぞ。みんな、大丈夫か？お、レベル上がったじゃん、リン君。よし、掴んだ。トレジャーを発見しました。クレストアール。
単体だっけこれ。いや開いてないもん。開けてない。あ、入るとこないしね。あー200上がるんか。アナライズ変えるか。うん、あるしね、ディフェクター。ディフェクターって私いつ気づいた。前回全部バトルスコープでなんとかした。そんな残念な子だったの私。で、6個解除し、で、1箇所空いたのかな。で、向こう側に、うらぁ。皆さん、もうすぐ終点ですけど。で、あれ、博士どうかしたんですか。またなんか変なことしようとしてるのでは。なんでもない。オペレーションに集中しろ。おだ…なんだね、穏やかじゃないですね。どれどれ。以上ミシシチャンス。ミシシチャンス。ファイヤーボルトか。ちょっとやってみる。まあ100か。いや、いや全然あれだわ。僕の番だね。そうだね、 CP 貯めたいけどこの人たちか。ちょっと多少減らしたいよね。母ちゃんお願い。いいね、ブレイク。俺の番だな。はい、リン君はまあこれでいくか。私の番です。アルティナいけるか。でもこれ連打でいいのでは。それ、うん、いくぞ。いいね。覚醒、あ、覚醒じゃないんだ。立ち直ったっていうあれなんだ。戦闘終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。オッケー。じゃあもうめぼしいところは全部行ったしって感じかな。で、回復ポイントと。ミリアムちゃんの髪の色変えたい。あれ、不思議な力を感じる特殊なタイプ。高圧作成とかもできると。うんうんうん、わかりました。じゃあオーブメント調節でスロットを開放したい。うん、リン君ちょっといきなりですが開けちゃいます。で、なんか入れよう。何入れようかな。 HP か。1200上がると頼もしいな。ここで、あ、エアストライクが出た意味をね、入れとくか。入れとくか。入れてなくってショック受けたらあれだし。ブレスか。あ、てか、外せるのいいね。ブレスか、セラス。セラス。セラスか。ブレスあったら嬉しい？これ、外して。ちょっと変えてみるか。うん、ミリアムちゃんの髪の色を戻しました。ちゃんと。では採用行きますか。何が出てくるか。シュミット博士また変なことしたんだろうな。うん、最終地点。表紙抜けか。あ、ちょっと今グギっていう口の感じがすごい好きだった。わぁ、なになになに。ズオー、脅威の悪獣。そしてこの曲はまた レベル1用じゃないんかーい。面白くしてやったまでだ。曲がかっこいい。魔公兵に迫りそうですが、試すには格好の相手ですね。頼もしいね。強敵です、注意してください。あ、エスクラか。アルカディスギア。うわい、いった。俺の番だな。やば、一体オーダー使うか。
体使った方がいいよね、痛いよね。構えろ、防御陣決心、行くぞ。うん、ねえ、アーツでちょっとブレスしよう。アークス駆動、私の番です。で、ディフェクターサーチモード起動。はい、詳細情報ゲットです。ゾウ、共食いを続けた魔獣の醜悪な慣れの果て、本能の命ずるまま怒り狂う、たきり狂う。僕の番だね。そうだね。ところで何が効くんだったら、あ、アースクローいいね。リジェネいいな。完全防御、完全防御か。あ、やっぱ風邪ひくね。風邪誰が入れたんだっけ、アルティナだっけ。じゃあちょっと STR 下がるかな。蹴散らせ。423。いや、助かります、ありがとう。結構回復するね、いいね。さてと、ポイズンか、6か、結構だね。どんぐらい効くか見てみようかな。行きます。あ、待って、クリティカル来てる。ナイス、はい。てか、めっちゃ減るね、イダメージ、ありがたい。遅延、これしかなくって、しかも10しかないんだね。インくん、アーツ何があるんだっけ、ファイヤーボルトか。いや、まあ CP 貯めとこう。何がいいかな。炎症は10か。効くな、なんか減った感がない。ミリアムちゃんやばいね。生き続けて大丈夫なのか。とりあえず完全防御するか。ガちゃん、バリア。ありがとう。や、リンくん、ピアーか、ブレスでいいか。ナイス。私の番です。あ、待って、見てなかった、エアストライク。アークス駆動。心配、ずっと心配してて。ブレス40だから、いっか。アークス駆動。はーい。はーい。それ。や。助かります。ありがとう。全回復するから、そこそこにいいよね。や。なんかしてるんです。89にいいね。これずれた方がいいかな。あー、でもブレスが入らなくなっちゃうからな。待ってー、待ってほしい。駆動解除がリンクしかないんだよね。あったよね、リンク。ちょっとこれティアラを自分に使おうかな。はっ、行くぞ。アーツ入るか、入らないんですよ。はいけるのか。うわ、生きてる。やったな。はこのさ、曲初めて聞く、ね、ありがとう。あっちゅう間に終わったけど。構えろ、防御陣決心、いくよ。バランスダウン入れるのいいよね。能力低下入らないから、ちょ、バランスダウン入れよう。母ちゃん、で、ずれました。ずれず範囲外です。バランスダウン入った、入ってる。リンクが完全にこれ回復係になっちゃうな。エスクラ使っていい？行きます。トランスフォーム、シンクロ完了。ゴー。え？アルカリスギア。ああ、ドンドン。ブリューナク展開、勝者とどめです。こんな考えてたんだ。
うわ強い。あ待って、俺の番だな。ねえすごいや、なんか今やる気がやる気がどっと下がった。あのさ、あれそっか、アルティナの部屋だったんだ。あったよね部屋に、なんかこれコスプレかなんかかなって言ったじゃん私。あれだったんだ。ありがとう。やったな。ねえねえめっちゃ強いんですけど。いいねブレイク。行くぞ。ブレスかな。アルティナが遅い。待って、ちょっと待って。あー、ティア入れ、攻撃したら。あ、でもそっか。あ、いや、待てよ。攻撃。10% ヒールが嫌なんですよ。どうしよう。移動は移動でもそこ行くか。じゃあ、移動して戻ろうかな。ブレス範囲内。これブレスだよね。今ブレスしてんだよね。どうしよう。よし。まとまんない方がいいのはわかるんだけど、どうしよう。僕の番だね。リン君を回復したいな。ティアが足りない。ティアが足りない。 EP チャージはいっぱいあるね。いっぱいあるが1じゃどうにもならんな。これ交換できるんだったっけ。どうだったっけね。とりあえずこう。追撃します。さてと、うん、アーツでや。リン君が全く攻撃してないの良くないな。ティアラ、自分かブレスを入れるか。ブレス入れるか。痛い。は。助かります。ありがとう。行きます。はい。横断しよう。構えろ。防御陣、決心。私の番です。このさ、あれが良くないんかな。あんまり攻めてないのが良くないのかな。行きます。行くよ。異常状態も嫌だしな。なんでアルティナにしないのかな。アルティナがシルバーピアスつけてんのに。俺の番だな。よし、やっと攻撃できる。もしかして溜めてん、あれやろうかな。やっ。さてと、さてと、アークス駆動。あ、待って、間違えた。行くぞ。痛い。いけないな、これ。ティアラを投げて、エスクラが R1 ね。三角押しちゃう。痛い。やったな。いいね。行くよ。リン君が200溜まってて、 HP が怪しいよ。アースグロ、いや、もうここまで来たらおせおせかな。うん、ここで溜めて、うん、で、リン君が俺の番だな。行きますか。攻撃していこうかな。攻撃した後に R で左。はい。明鏡しず、我が太刀はせい。見えた。かっこいい。ね、かっこいい。
みんな大丈夫か？かっこいいね、リン君。やったね。はあ、そして S クラスの前は攻撃力上げるやつアップです。やった方が良かったかね。忘れるな、オーダーの存在。